西広島タイムズを発行しております。株式会社エルコのマスコットキャラクターエルコちゃんは皆様に元気、ワクワク、ハッピーをお届けします。毎週金曜日11時からのエルコちゃんタイムズ、よろしくね。ゴーゴーレッツゴーエルコちゃん、どんな時もよろしくね。 LCO エルコ、 LCO エルコ、 LCO エルコ、 LCO エルコ。 You're listening to FM 八日市 76.1。 Hello everyone, how are you doing?エルコちゃんタイムサジャスターリー。 This program is brought to you by エルコカンパニーリミテッド、 Disseminating by your 西広島タイムズ website。 We will send you energy, excitement, smile and happiness。 皆さんこんにちは、エルコちゃんタイムズが始まりました。この番組は西広島タイムズウェブサイトを発信している株式会社エルコの提供でお送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けいたします。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを LINE の西広島タイムズ公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖野有沙です。よろしくお願いいたします。今日も FM 八日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストはもみじまんじゅうの高津堂営業部長の加藤文勝さんです。I'm gonna do my best! エルコを頑張る子、ふみちゃんも頑張る子。エルコちゃん is trading sometimes. Please follow her. She has a part called Find Me. If you find a tiny tiny エルコちゃん, you may have a good luck. If you are interested in エルコちゃん learning some, please get it. エルコちゃんが可愛いもの、美味しいものを紹介したり、素敵な場所を駆け回ってワクワクを届けます。株式会社エルコのホームページにリンクされている Facebook、Twitter、Instagram、LINE、YouTube をクリックするとそちらから入れます。万が一ラジオを聞き逃したら翌週 YouTube で聞けますよ。ついでに可愛いちびエルコちゃんの LINE スタンプ第1弾、第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。ふみちゃん、ふみちゃん、はい、なんか照れてましたね。照れてましたね。ふみちゃんも頑張る子って。じゃあ、西広島タイムズワクワクプラスのウェブサイトを一緒に見ていきましょう。はい、気になる記事はありましたか？そうですね。うん、僕が気になった記事は、町の駅アドア大野にある、うん、イルミネーションですね。あ、そうですね。はい、町の駅アドア大野でイルミネーションが、5万個。ですね、はい、LED 球ハートやトンネルを装飾ということで、お手伝いしたんですか？そうですね、すごい寒い中も、うん、あの雪が舞ってる中やりましたんで。あ、そうですか。もみじまんじゅう屋さんなのにイルミネーション手伝ったどういうことですか？あ、そうですね、うん、まあ、僕はもともと大工してたのもあったんですけど、うん、なるほど、まあ、皆さんのためになればと思って頑張ってやりました。地域のために、はい、あ、ボランティアですね。すごい素晴らしいですね、はい、すごい。町の駅アドア大野で、あ、12月の20日にイルミネーションが披露されたと。こちらは、2月末まで毎晩点灯するようですね、はい、すごいですね。ナイトイルミネーションで入場無料で、お店もちょっと8時9時までは空いてるようなので飲食もできるんですよね、はい、ね、中でね、はい、はい、そうだ、私今週の日曜日、あのお友達のワクワク小劇場の劇があるから大野アドアに行くんで、バッチリ写真撮ってきますね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、楽しみです。皆さんこちらの記事見てくださいね。いいですね、アドアにぜひお越しください、はい、はい、それでは、この辺でタイム正解はプチタイム正解は行ってみたいと思います。じゃあね、ふみちゃん、私が一回読むからどんなお話か聞いておいてくださいね。はい、行きます。 This year's resolution. What is your new year's resolution? My new year's resolution is number one, get in shape. Two, eat healthier food and less food overall. Number three, be more active.どんなお話だったでしょうか？
いや全然わからないですね。わかんなかった。はい、わかりました。ではこれ渡しますので、はい見て。はい、これをじゃあ、日本語の方をやってくれてお願いします。はい。今年の抱負の次から、はいどうぞ。あなたの新年の。あなたの新年の抱負は何？ What is your New Year's resolution？ と私の新年の抱負は。My New Year's resolution is to 1、体を鍛える。Get in shape。2、より健康的な食事をし食べ過ぎない。Eat healthier food and less food overall。3、もっと活動的になる。Be more active。はい、この3つでね、今年の抱負は何って聞いて、私の抱負はねっていうことで、1から3の中で、はい、ふみちゃんがやろうとしてることがあれば、はい、何番か教えてください。1番でいきます。おお、はい、体を鍛える、はい、ゲリンシェイプですね。はい、ゲリンシェイプ、はい、じゃあこれ覚えてください。じゃあ後から聞きますので、はい、リピートアフターミーって言ったらそれで後ほどやってくださいね、はい、体鍛えるんですね。はい、鍛えます。あ、いつも鍛えてるんですか？はい、鍛えてます。おー、はい、なるほど。では、ふみちゃんに後でなんで鍛えとるかまた聞いてみようかな。はい、それでは This year's resolution 今年の抱負のイングリッシュの話でした。それではこの辺で本日の1曲目に行ってみたいと思います。ハンプバックさんで背景少年よ。 Here we go。 走れるパンプス40万足売り上げました。ビッグニュース、2023年3月に江田島早瀬大橋ふもとでビュッカグランピングをオープンします。江田島で非日常的なゴージャスなキャンプをお楽しみください。アクアガレージ公式サイトでチェック。アクアガレージ。今週のエルコちゃんが会いたい。本日のゲストはもみじまんじゅうの高津堂営業部長の加藤文和さんです。改めましてこんにちは。こんにちは、はい、よろしくお願いします。それではふみちゃん、詳しい自己紹介をお願いいたします。はい、製造もみじまんじゅうの製造販売をしてます。高津堂で販売してます、加藤です。はい、私は18から、20年間、大工をしてたんですけど、うん、いろいろありまして、去年の3月に、地元の大野町である、実家でもあるもみじまんじゅうの製造販売をするために、高津堂に戻ってまいりました。そうですね、まだまだわからないことたくさんあるんですけど、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。創業がいつになるんですか？明治でしたよね。あ、そうですね、明治39年になりますね。明治39年、はい、1906年ってことはもう117年。そうですね。うわ、100年超えの117年って、そうそうそんな会社はないですよ。素晴らしいですね。すごい。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、で何代目になるんですか、ふみちゃんは？僕は5代目になります。5代目、はい、ははで、まあ、お父様が3代目って、はい、書いてあったんですけど、はいはい、お父様が3代目で4代目に、一応兄がおりまして、うん、兄が4代目になります。でその後の僕が5代目ですね。あ、5代目ですね、はい、あ、そうですか。あ、なるほどなるほど。で5代目さんで、まあ、お父様と一緒にやってられているということで、はい、なるほどね。でこのもみじまんじゅうね、私もなかなか場所がちょっとわからなかったんですけど、はい、この度営業回ってて分かったんですよね、はい、で飛び込んでって宮島空海クイズラリーのクーポンブックの、ね、クーポン出しませんかって言ったら、お父様が、あ、もう地域盛り上げたいから出しますって言ってくださって、そこからお話ししてると、もういろんなことが分かって、はい、ね、もうびっくりしたんですけど、本当に老舗の老舗いうか元祖でしたね、はい、なんか伊藤博文さんが、はい、ね、宮島の老舗旅館の岩荘に泊まってたんですよね、はい、でその時に伊藤博文さんがお茶出してくれた可愛い女性の手を見て、もみじのような可愛い手をしているのって冗談を言ったんですよね、はいはい、そしたら、え、岩荘に和菓子を納品していた和菓子職人の1代目の高津恒介さんが、はい、ね、ね、ご先祖のおじい様が、ね、はい、え、そうなんだ、じゃあちょっと作ってみようかなって、もみじの葉の
ね、形のお饅頭を作ったのが始まりですよね。はい、そうですね。すごい常助さんが作ったから、それでもみじ饅頭が広がったということで、はい、だってあの型がありましたよね。はい、型がありますね。お店に100年ぐらい前のもみじの型の型がありましたね。はい、わーすごい、こんなエピソードがあって、で元祖もみじ饅頭高津堂さんは、日にちが経っても固くならず、もちもちと柔らかく食べられると評判で、はい、出来たてが買えると大盛況となったことでしたよね。はい、はい、で一旦閉じたんですよね、高津堂の、はい、ですけどお父様が、加藤社長様が今のね、はいはい、やっぱりちょっと復活させたいということで型を作って、復活させたんですよね。はい、そうです。それが確か2009年の7月18日って書いてありますね。はいはい、でもこの7月18日というのは偶然にも初代1代目の人がもみじ型、うん、もみじまんじゅう商標登録した日だったんですよね。はいはい、すごいドラマですね。いや、そうですね、うん、これはもうたまたまなんで、ね、たまたま知らずに作ったら、はい、知らずにその日だった、はい、商標登録取った日だった。はい、そうですね、これは僕もとても運命感じましたね。運命の日ですね。はい、まあ、やっぱりご先祖様がすごく喜ばれてたんじゃないですか。わあ、わしの作ったのを復活してくれるんじゃありがとうのっていう感じでね。いや、そうですね、うん、すごいですね。じゃあ、まあ、いろんな種類のもみじまんじゅうがあると思うんですが、はい、一押しの今の商品って何ですか。あ、そうですね、高津堂では季節限定のもみじまんじゅうがいろいろあるんですけど、うん、今の時期は、贅沢クリアンというもみじまんじゅうがあるんですけど、うんうん、もううちのしっとりともちもちして、うん、あの美味しい生地にそのクリアンのあんこが入って、とてももう今人気商品でございます。あ、そうですね、はい、まあ、私もそういえば食べました。もうそれでなんか美味しいは幸せの味、もっちりふっくら、はい、甘い幸せを届けますって書いてあって、はい、その通りだわと思って、はい、もちもちふっくらなんですよね。はい、なんか柔らかい優しい味がして、はい、しかもなんかね、すっごくそんなに甘くないので、はい、何個でも食べれちゃうんですよ。はい、確か YouTuber の幸さんと宮島ぶらりの撮影に行った時も、はい、もうお腹いっぱい食べてきたのにどうぞって出されて、いや、いっぱいだから1個だけって言ったのに、いや、おかわりどうぞって言われておかわりめちゃくちゃめちゃくちゃ食べた記憶があります。はい、正さんも私もお腹いっぱいだったのに、はい、食べれるじゃんみたいな感じで何個食べよんねあんたたちみたいな、もうお腹がいっぱいだったのに何個でも食べれちゃう、本当優しい味でした。いいですね。で、私が感動したのは飛び込んでた時にお父様が、はい、いや、うちだけ盛り上がってもダメなんよ、うちだけ売り上げが上がってもダメなんよ、はい、地域を盛り上げたいからクーポン紙に出して地域を盛り上げよう、うん、って言ってくださって、もう感動してからね、はい、もうそこからめちゃくちゃファンですよ。はい、ありがとうございます。いや、本当、はい、でクーポンも宮島空海クイズラリー宮島らへいクーポンブックでクーポンがついてるんですけど、2000円以上お買い上げで1個プレゼントですよね。はい、そうですね、うん、で、はい、この間も私自分で企画しといてからこのクーポン使います言って見せて自分でやっとんかいみたいな。でもあのクーポンで1980円ぐらいだったんですね。はい、だけあ2000円以上だと思ってもう1個足してそしたら1個くれました。はい、でもそれ以上に打ち合わせの時にたくさんくれちゃったので、すいません、私お金払ってないかもそれ以上にねプレゼントしてくれるのでありがとうございます。はい、そんな温かなね、あの高津堂さんなんですよ。はい、ちょっとあの場所を教えてあげてくれますか。そうですね、うん、今も皆さんこうスマホとか持ってらっしゃるんで、うんうん、まあ、宮島口駅から降りていただいて、うんうん、ちょっとあの山口方面にですね、まあ、5分ぐらい歩いていただいて、ね、うん、そっから踏切、右手に踏切があるので、そこを渡っていただいたらすぐ見えます。もう看板があるから見えますよね。はい、看板あるので分かりやすいと思います。うん、ちょっと歩いてもらって、はい、そうですね、はい、なんか銀行があるから左手に銀行があって、そこを過ぎたぐらいかな。そうですね、うん、そうですね、はい、そこであの駐車場もありますし、はい、もう本当にね、あのお茶とその出してくれるよね、もみじまんじゅうね、はい、でそれ食べたらもう一コロいや、ぜひぜひ種類もいいし、なんか一個ずつ買いよったら、はい、もうすぐあの2000円なんてすぐいっちゃいますし、また一個プレゼントしていただけて、もう本当優しい味なので、ぜひ皆さん行ってみてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。気になったのが、先ほどあの大工をしてたから手伝ったって言ったじゃないですか。はい、アドアのものもね、はい、うん、
その大工時代すごい長いことね頑張ってたんですね。はい、そうですね、うん、で事務所も綺麗でしたし、もしかしてあの事務所もふみちゃんが作ったんですか。はい、そうですね、僕が全部やりましたね。すごい、はい、すごいね、何でもできるんですね。そうですね、あの店のものは基本僕が作ってるんで、あ棚とか、はい、棚とかも僕が作ってるんで、あおしゃれでしたよ、はい、うん、綺麗に、あのゴミ箱もちょっとかっこよくしてるんで、あ、はい、ちょっとあれも僕が作らせていただいたんで、そうなんだ、はい、今度まじまじ見てみます、はい、なるほどね、何でも作れるし、もみじまんじも作れるし、すごいですね。うん、でさっきね、あの剣玉一緒にやったんだけど、何十年かぶりにやったっていう割には私が教えたらすぐコツ覚えて、もしかめできたんですよね。もしかめ、ちょっとだけできましたね。いやいや、はい、だって普通すぐできませんよ。はあ、うんうんうん。素直ですね。あ、いや、膝を使ってこういう風に言ったらパシパシできたの で、はい、わ、これも写真撮ったので YouTube に上げますね。はい、お願いします。はい、あと、まあ、ブランディングとかもしていくんだとは思いますが、はい、この伝統的な味を守って現代の技術を持って新しいことに挑戦したいとは言われてましたけれども、はい、本当これからのこうやっていくんだという目標があれば教えてください。あ、目標ですね、うんうん、そうですね、今高津戸はですね、うん、今までは結構あのチャンスロスっていう部分が結構課題になってたんですけど、うんうん、そういった課題とかをちょっと乗り越えるように、うん、ちょっといろんなちょっと体制を整えたり、うん、あのスタッフにもですね、うん、とちょっと若い人が多いんですけど、まあ、もっとこうしっかりした体制を整えて、やっていくようにもう今動き始めてますんで、うん、まあ、特注の注文とか入っても、対応できるように、うん、うちの店としてやっていってますんで、うん、何かありましたらもうぜひぜひもうやっていきたいと思います。そうですね、はい、大量生産もできる体制にしてます。今からもう変えていくということですね、はいはい、変えていきます、はい、伝統的な味を守って現代の技術を持って新しいことに挑戦するということでは素晴らしいことですね、はい、ぜひもう応援してますよ、頑張ってくださいね。すいません、よろしくお願いします。はい、はい、ではこの辺で2曲目に行ってみたいと思います。それではワンズさんで世界が終わるまでは。ボストンで人気ナンバーワン、モンドセレクション2年連続金賞受賞、広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ、頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適、ぜひボストンへ。今月のプレゼントは株式会社ボストンプレミアムレモンスティック5個入り8名様とアクアガレージ走れるパンプス1名様です。それではキーワードを言います。せーの、ハッピーニューイヤーエルコちゃん。忘れとったでしょう。忘れとったですね。あ、これだったよ。ハッピーニューイヤーエルコちゃんです。はい、こちらのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。郵便番号 733-8675、西広島タイムス、エルコちゃんタイムス、プレゼント係まで、住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは1月31日までです。はい、それでは英会話のおさらいをします。ふみちゃんが今年の抱負で何をしたいかを私が聞きますのでね、英語で答えてください。はい、What is your New Year's resolution? My New Year's resolution is to...Get in shape. Good! すごい、うん、My New Year's resolution is to get in shape. 体を鍛えるんですね。はい。はい、頑張ってください。はい、どうやって鍛えるんですか？そうですね。いや、もう本当とにかく重たいものを持って鍛えていきたいと思います。あ、そういうことか。はい、大工さんだったし、はい、物を持つ。物を持ちたいですね。物を持ちたい。はい、なるほどね。はあ、はあ、わかる。私はね、ウォーキングとか、こう走りはしないけど歩くことが好きなので、今度実家から高津堂さんに歩いていこうかなと思ってます。いや本当にウォーキングが好きなので、多分1時間ぐらいではつけると思うので、ゆっくり歩いても、でお酒置いてあるじゃないの、お店に、はい、ありますね、うん、それでちょっと一杯やって、はい、友達が大野町に住んでるから迎えに来てもらってってちょっとそういう計画をしてみちゃったりしてます。はい、はい、いいでしょ、面白いでしょ。あ、それ面白いですね。で、剣玉の私の師匠であるすなちゃんとお父様が同級生ということで、はいはい、今度すなちゃん呼んで剣玉教えてもらいましょうよ。あ、そうですね、今日だいぶできたので、はいはい、
でけん玉しながらちょっと飲みながらもみじまんじゅう食べて、はい、はい、あそこ座るとこもあるからねいい、はい、いい計画でしょう、はい、あいい計画、はいはいはい、ありがとうございます、はい、そんな計画もしながら楽しみですね、はいはい、それでは最後にリスナーさんに一言メッセージをお願いいたします。はい、まだ高津堂、元祖のもみじまんじゅう屋なんですけど、まだ知名度も僕からしたらまだ全然ないと思っていますんで、たくさんの方々に足を運んでいただいて、元祖のもみじまんじゅうのもっちりしっとりふっくらしたもみじまんじゅうを味わっていただきたいなと思っております。今後も新商品を作っていったり頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。もちもちね、ふっくらの高津堂のもみじまんじゅうぜひご賞味ください。でクーポン使えますからね、お店にもね、はい、クーポン紙ありますからね、はい、それ持ってってください、はい、でもちろん周遊してくださいよ皆さんね、宮島と宮島らへんね、はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストはもみじまんじゅう高津堂営業部長の加藤文勝さんでした。ふみちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい。そしてパーソナリティは元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと沖野ありさでした。来週のゲストはですね、映えるお好み焼き株式会社電光石火代表取締役の竹永敦さんです。お楽しみにね。はい、いろんな面白い話もできると思いますし、まあ、東京から来られるんですけれども、はい、お話を伺いたいと思います。笑顔でね、 Keep a smile, see next week, have a nice day. 株式会社エルコ西広島タイムスプレゼンツエルコちゃんタイムスでした。 We had a really 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 good time. Thank you very much for coming here to join us. Thanks again. ふみちゃん最後に一緒にバイって言いましょうね、はい、せーの、バイ。だから